うまいって言わずに、目力でうまい笑わせてください。了解。はい。じゃあ味噌汁。はい。すごい目力。もうぼちぼちですね、怒られるかもしれないんですけど、もう、この際ちょっと頼んでみたいと思います。多分もうぼちぼち怒られると思うんですけど、猿翁座長に食レポしてもらいたいと思います。さすがですね、和歌山のお弁当、はい、九州の梅干し、はい、で九州のみかん、はい、九州のみかん、あ、はい、はい、ですね、はい、すごいおかずです。あ、すごいですね。飲みたくなりますね。はい、一緒に食べませんか。見てください、やっぱ座長さんみんな目力ありますね。今歯舞台取ったんで目垂れてます、ね。猿翁座長もあの踊り見てたらすごい目力ですもんね。本当に。はい。なんかたまに怖いって言われる。いやいや怖くないです。すごい吸い込まれそうになります。僕も見てて。本当です本当です。夜はなるべく見に行きたいと思いますんで。曲一緒ですか？いや変わります。あ、変わります。うわ、もうちょっと撮ってもらってよかったです。はい。楽しみにしてます。はい。ごめんなさい。ありがとうございます。すごい楽しいです。はい。ありがとうございます。はい、どうもすいません。お疲れ様でした。劇団からのお味噌汁です。汁、あ、これは違うんですね。劇団と劇団の味噌汁こっちなんです。あ、こっちはこっちで美味しそうですね。美味しそうですか。はい、食べてみます。あ、いいですか。お味噌汁もらったんですけど、もう一杯もらっていいですか。もう一杯入れましょうか。はい、ありがとうございます。ちょっとこれチンしますね。あ、僕あのぬるくて全然大丈夫です。はい、あの恥ずかしいんですけど、はい、私さっき、あ、ありがとうございます。本当にぬるいよ。あ、全然大丈夫です。ぬるい方が僕いいです。いただきます。かわいい。ありがとうございます。
すいません、とちってしまいました。いやいや、びっくりした。申し訳ないです。英語座長に挨拶してたらとちってしまいました。ごめんなさい、ごめんなさい。よく言い張ってんで、はい、あ、またぜひよろしくお願いしますって言ったらびっくりした顔したから、えって、あ、出まいやちょっと緩んでました。申し訳ないです。どうもすいません。大丈夫です。それはちゃんとあの映像に収まってますんで、 YouTube 見てカットします。カット分かりました。じゃあ粗相したので最後はビシッと締めてください。ヤマトを代表して、ちょっと言おうとした。ヤマトを代表して、はい、私も今日からですね、不動ヤマトを改め、ヤマト不動で通していきます。あ、なんかまだそれじゃ締めれない、お住まいをお探しのお方はヤマト不動産によろしくお願いします。ここまでなんでね、なんで私、誰が締めるよこれ。やっぱり俺どうぞ。披露させてもらったら。全然大丈夫です。ありがとうございます。え、なんで私なんでしょうか。一番年が上です。30代ですか。いや、もう僕40代です。40いくつですか。1になりました。まあ30代じゃないですか。ええ30代って変わらないじゃない、そんなに。2年ぐらいしかしか。おいくつですか。25です。25ですか。おいすいません、だから役者は嘘つきって言われるんです。口は弁護士、心は詐欺師って言われるの役者なんだ。気をつけてください。こんな役者さんもいますので。そんなこと言ったら電話するよ。ね、ありがとうございます。すいません。37です。あ、正直者は救われます。ありがとうございます。はい、俺より一つ下ですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。あのね、これでね、無事優勝会が終わりましたね。本当にもう友達と言っていいのかな。ね、もうよろしくお願い。友達として扱ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの今日来てくれたお客様も友達感覚で見て楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。今月一つか、まだまだ日にちはたくさん残っておりますので。一回でも多く、見に来てください、よろしくお願いいたします。そして、また来月も再来月も、素晴らしい劇団がありますので、どうぞよろしく、まあ、今月も今月は特によろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。皆様方、下座の皆さん本当ありがとうございました。ありがとうございました。山田さんありがとうございました。本当にありがとうございました。一番何が大事、もう下座のこのね、座員さんが一番大変なんです。もう僕たち来たらふんぞり返って、もうじっとしてるだけなんですけど、もう衣装を畳んだり、もう次の日の支度したり、大変なんです。はい、言わないとわからないですよね。もう大変なんです。一番大変なのは本当この下座の、座員さんでございまして、この人たちの力があればこそ、こうやって今日も一日を終わることができました。そして、ブラフィー劇場のスタッフの方々もそうでございます。そして、一番ね、お客様が雨の中夜も来ていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今月1日間まだまだね、日にちが残っておりますので、どうか最後までご贔屓たまれますように、よろしくお願いを申し上げます。どうもありがとうございました。どうも本日のお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。また明日来てね。ありがとうございます。どうもどうも、またぜひよろしくお願いします。乗りたい乗りたいでジャンプしてましたじゃないですか。またよろしくお願いします。はい、終わりました。面白い友情会でした。最後に猿翁座長からご挨拶です。猿翁座長座長ありがとうございました。今日はすごい楽しかったです、はい、頭ぐちゃぐちゃですけど、そうおっさんです。残りの日にち和歌山ブラックリ劇場頑張ってください。ありがとうございます。本当に今日はお世話になりました。今後ともよろしくです。お願いします。ありがとうございました。猿翁座長でした。はい、大丈夫ですか。これ詰めますか。マック詰めます。これいけます。頑張ります。スーパーどうも、おっしゃです。いや、ビーンです。ビエンさん。